皆さんこんにちは。今回この本を監修しましたバリスタの村山春奈です。一見難しそうなラテアートですが、家庭でも気軽に楽しめるような作品を考えました。ぜひ試してみてください。エスプレッソに泡立てたミルクで絵を描くラテアートには、クレマの浮いたエスプレッソが不可欠です。クレマとはエスプレッソの表面にできるムース状の細かい泡の層のことで、いいクレマが浮いたエスプレッソを使うのはラテアートをきれいに仕上げるための条件の一つです。今回はコーヒー豆ではなくカフェポットを使います。カフェポットとはコーヒー豆をひいて紙フィルターに詰めたものです。紅茶で言えばティーバッグにあたり、コーヒー専門店などで買うことができます。1杯分の豆が最適な細かさで挽かれ、初心者でも失敗が少ないのでおすすめです。それではエスプレッソマシンの準備をしましょう。まずウォータータンクに水を入れ、カバーを取り付けます。水は水道水で構いません。ミネラルウォーターを使う場合は軟水をおすすめします。電源を入れたら準備は完了です。次にカフェポットをセットします。まずカフェポットをパッケージから取り出し、ホルダーに入れます。マシンの本体にホルダーを差し込み、しっかりと強く回して固定しないと水漏れの原因になるので注意しましょう。受け皿の上にカップを置き、抽出ボタンを押すとエスプレッソがカップに注がれます。エスプレッソ1杯分にあたる 30cc ほど抽出したら止めましょう。これでエスプレッソの出来上がりです。ラテアートが上手にできるかどうかは、ミルクを泡立てて作るフォームミルクが重要な役割を果たします。ツヤがあって滑らかなフォームミルクを作るにはちょっとしたコツが必要ですが、何度か練習すれば必ずできるようになります。まず 370cc のピッチャーに冷たいミルクを半分程度入れておきます。次にスチームボタンを押し、ランプの点滅を確かめて、蒸気調節のつまみを全開にして空ぶかしをします。ノズルを1センチほどミルクに浸し、ピッチャーの側面に当てます。ピッチャーの側面に手を添え、少しずつピッチャーを下げて空気を含ませていきます。ミルクが 1.5 倍程度の量になったら、また少しだけピッチャーを上げ、ミルクをよく攪拌させていきます。ピッチャーに添えた手が熱くなったら、蒸気調節のつまみを締めます。この時のミルクの温度は60度前後にしてください。最後にもう一度空ぶかしをします。泡立て直後のフォームミルクは大きな泡が混ざっています。ピッチャーの底を台の上に軽く打ち付け、円を描くようにしてピッチャーを回してミルクの泡を均一にします。艶やかできめ細かく適度に重量感のあるフォームミルクの出来上がりです。皆さんも何度も練習してコツをつかんでください。カフェでよく見かけるリーフやハートなどの定番モチーフもコツをつかめば自宅で簡単に楽しむことができます。ホームパーティーなどでお友達にサーブするときっと驚かれますよ。はじめにいろいろなラテアートの基本になるモチーフ、円を作ります。まずカップを少し傾けて、エスプレッソの中央をめがけてミルクを注ぎます。液面がカップの半分に達したら、ピッチャーを近づけてフォームミルクを乗せ、徐々にカップを水平に戻します。上げ際にピッチャーを手前に傾けるようにすると、きれいな円ができます。ピックでクレマをすくい、顔を描きます。
定番中の定番、ハートを作ります。最初にカップを少し傾けて、エスプレッソの中央めがけてミルクを注ぎます。液面がカップの半分に達したら、ピッチャーを近づけてフォーミルクを乗せ、ピッチャーを左右に 2,3 回軽く振りながら注ぎます。最後はピッチャーを高く上げ、縦に切れ込みを入れます。ハートがマスターできれば、いろいろなラテアートが描けるようになりますよ。定番モチーフのリーフに挑戦してみましょう。最初にカップを少し傾けて、エスプレッソの中央めがけてミルクを注ぎます。カップの奥の方からピッチャーを左右にゆっくり振りながら手前に進みます。振り幅を徐々に小さくしながら進み、最後はピッチャーを高く上げ、奥までスライドさせます。まっすぐスライドさせて左右対称にすると綺麗です。まずハートを作ります。その左側にミルクの泡を等間隔に3つ置き、中央をピックで引いてミニハートを作ります。次に大きいハートの上にシロップでメッセージを書きます。固めのビニールで作った絞り袋を使うと、細かい文字が書きやすいので便利です。本書で作り方を紹介していますので、ご覧になってください。ハートを使った簡単なモチーフをご紹介します。まず、はじめにハートを書き、ミルクの泡でミニハートを作ります。クレマで髪の毛と顔を描き、スプーンを使ってミルクの泡をリボンの形に整えます。ハートと星を組み合わせたロマンチックなモチーフです。まずハートを奥に作り、ピッチャーを上げます。手前にもう一つハートを作り、少し離してミルクの泡を乗せ、星型に整えます。この時、玉のついたピックがあると便利です。最後にクレマで顔を描き、ミルクの泡をピックで伸ばして鼻を作ります。
まずミルクで円を作ります。ピッチャーを一度引き上げ、その中にもう一つの円を作ります。その時ピッチャーを少し手前に引き、ミルクを押し込むように注ぐときれいにできます。傘の部分と顔の部分のバランスを考えて作りましょう。クレマで顔と模様を描いたらキノコの出来上がりです。ハートをマスターした方のためのやや上級者向けモチーフです。まずハートを一つ作ったらピッチャーを上げ、次に手前にハートを作りピッチャーを上げます。この動作を計4回繰り返し、最後にピッチャーを奥までスライドさせます。ピッチャーでハートを複数作る際は躊躇せずに勢いよく注ぐと綺麗にできます。ハートとリーフを組み合わせた上級者向けのモチーフです。まずハートを3つ作り、その両脇にリーフを1本ずつ描きます。細いリーフを描く場合はピッチャーを左右に振るスピードを上げるとにじまずにきれいに描けます。各モチーフのバランスが美しいラテアートです。このショーの最後にリーフを使った優雅なラテアートをご紹介します。まずカップに沿って両脇にリーフを描きます。次にピッチャーを移動させて胴体を描き、カップに近づけて頭の部分を作り、ピッチャーを上げてくちばしを作ります。最後にクレマで目を描いて完成です。リーフで白鳥の羽を表現する美しい作品です。円やハートなどの基本モチーフをマスターしたら、ラテアートで動物を作ってみましょう。いろいろな動物を簡単に描くことができますよ。動物モチーフの基本、カエルを作ってみましょう。まずミルクで円を作ります。次にミルクの泡で目を作り、クレマで顔を描きます。目玉を描くときはクレマをつけたピックを深く刺すとうまく描けます。ミルクの泡で目にハイライトを入れるとより可愛くなりますよ。まずミルクで円を作り、
ミルクの泡で耳と前足を作ります。スプーンの先を使って猫らしく尖った耳を作りましょう。クレマで顔と爪を描いて出来上がりです。カップの手右寄りに円を描きます。スプーンを使ってミルクの泡で親ガメの頭、両足、尻尾、子ガメを作ります。